アルバート・ギャラティン。エイブラハム・アルフォンス・アルバート・ギャラティン。エイブラハム・アルファンス・アルバート・ガリトン。1761年1月29日から1849年8月12日は、アメリカ合衆国の民族学者、言語学者、政治家、外交官。早々期のアメリカ合衆国において、13年間近くに渡って財務長官を務めた。 ギャラティンはアメリカ先住民族について詳しい研究を行い、アメリカ民族学会を設立したことから、アメリカ民族学の父とも呼ばれている。1761年、ギャラティンはスイスのジュネーブにおいて裕福な家庭に生まれた。ギャラティンは1780年にマサチューセッツ州に移住すると、商業の世界に身を置いたが、間もなくハーバード大学でフランス語の教員となった。 その後ギャラティンはペンシルベニア州フェイエット郡に土地を購入しマノンガヘ平ラ川を望む場所に家を建てると1784年にそこへ移住した。ギャラティンが購入した土地は当初バージニア州の領域であったが間もなくペンシルベニア州に移管された。現在ギャラティンの邸宅はフレンドシップヒル国立史跡の一部として国立公園局が管理している。 ギャラティンはペンシルベニア州に移住すると、間もなく活発な政治活動を行うようになった。1789年、ギャラティンはペンシルベニア州の憲法制定会議の一員となり、1790年の衆議会に当選を果たした。そして、ギャラティンはペンシルベニア州会議員を1792年まで務め、財政政策に明るい人物として高い評価を得た。 その後ギャラティンは1793年のアメリカ合衆国上院議員選挙でも勝利を収め、就任の先生も行ったが、市民権の取得から十分な期間を経過していなかったために、当選取り消しとなった。1794年、ペンシルベニア州西部でウィスキー一揆が勃発すると、約5000人の農民軍が結集して、規制を上げた。ギャラティンは、この反乱を穏便に抑えるため、 朝廷交渉による解決を図り、事態は平穏へと向かわせた。そして同年、ギャラティンは、連邦議会の下院議員選挙に出馬し、当選を果たすと、続く1796年、1798年の選挙でも勝利を収め、第4回から第6回まで下院でリーダーを務めた。ギャラティンは、創設間もない民主共和党において、重要な地位を担い、 財政問題に関する広報担当を務めた。当時の連邦議会では、連邦党のアレクサンダー・ハミルトンが最大勢力を掌握していたが、ギャラティンは、ハミルトンの打ち出す、あらゆる政策に反対続けた。ギャラティンは、民主共和党の幹部として、財政責任を守るため、オリバー・ウォルコット財務長官に多くの圧力をかけた。またギャラティンは、会員財政委員会、 後の歳入委員会発足に助力した一方、ギャラティンの意に反するような議会運営に対しては、会員の予算を巧みに保留することで対抗した。予算をめぐる対立の中には大声で罵り合うような熾烈な議論もあった。ギャラティンが海軍に対する政府歳出予算の保留を決定した時には、連邦党員から激烈な反感を買い、フランスのスパイとして告発された。 1798年に制定された外国人治安処方はギャラティンの行動を抑制したいというトーマス・ジェファーソンの意向によるものでもあった。1801年、トーマス・ジェファーソンが大統領に就任すると、ジェファーソンはギャラティンを財務長官に指名した。ギャラティンはジェファーソンの次の大統領ジェームズ・マディソンかも財務長官に指名され、 1814年までの13年間、財務長官を務め続けた。ギャラティンは、財務長官就任直後から、連邦予算の均衡を保つことを重視し、大きな成功を収めた。また、1803年には、ギャラティンの努力により1500万ドルという破格の、値段でミシシッピーが相手の土地を購入することに、成功し、一度の増税も行うことなく、ルイジアナ買収を達成した。 ギャラティンはその後も合衆国の拡張を目指し、ルイス・クラーク探検隊の計画策定にも参加た。1812年、アメリカ合衆国がイギリスに宣戦布告し、米英戦争が開戦したが、連邦政府は戦争に対する財政的な準備ができていなかった。開戦の前年の1811年、連邦政府の通貨問題処理と通貨保管を役割としていた第一。 合衆国銀行がギャラティンの強い反対にもかかわらず廃止され、さらにヨーロッパの外国人株主に配当約700万ドルを支払う必要があった。そして、米英戦争による直接軍事費やイギリスの同盟国との通商停止、イギリスの海上封鎖による関税収入の減少は合衆国の財政状況を一気に赤字へと追い込むことになった。 1813年には1500万ドルの歳入に、対し3900万ドルの歳出を計上した。ギャラティンは財政を立て直すため、政府資金の予託先として、州法銀行を活用することを試みた。しかし各予託銀行は、互いの銀行券の受け入れを拒否するなどしたため、政府財政の混乱に拍車をかけた。ギャラティンは、ウイスキーや塩に対する間接税、 土地や奴隷に対する直接税の導入を強いられた。これらはかつて、ギャラティンが非難した、連邦等の政策とほとんど同じものであったことら、ギャラティンは、議会からの猛烈な抗議にさらされることになった。またギャラティンは6,900万ドルの赤字を補填するため再建を発行し、軍事費を賄った。戦争の直接費は、総計8,700万ドルに達し、最終的には、 財務省自らが財務省紙幣を発行して、キューバをしのぐことになった。ギャラティンはこの苦い経験から、終戦後の1816年に、第二合衆国銀行の設立を支援した。1813年、米英戦争解決のため、ロシア帝国が仲裁し、設けられた和平会談に、ジェームズ・マディソン大統領は、アメリカ合衆国の代表として、ギャラティンを派遣した。 イギリスは直接会談を主張したため会談自体が行われなかったが、その後のフランスでの交渉に向けて代表団をまとめる必要があったため、翌1814年、ギャラティンは財務長官の辞任を申し出た。そして、ギャラティンは米英戦争終結のための頑丈約締結に際し、和平交渉委員の一人として会議に出席し、優れた外交的手腕を発揮した。 米英戦争終戦後、フランスに残ることを決めたギャラティンは、中仏公使として、マディソン大統領から厚遇を受けた。そして、ギャラティンは1816年から1823年まで大使を務めた後、アメリカ合衆国に帰国した。帰国後、ギャラティンは民主共和党のアメリカ合衆国、副大統領候補に選出されたが、マーティン・バンビューレンの説得により、 本戦への出馬を辞退した。ギャラティンはペンシルベニア州の自宅で静かな生活を送ることを試みたが、当時の世界情勢がギャラティンを休めることはなかった。アメリカ合衆国とイギリスとの間では、アメリカ大陸北西海岸に注ぐコロンビアガアス系をめぐり、多くの論争が発生していた。この問題に対しギャラティンは、隣接の原則を主張し、 ロッキー山脈西部の土地が合衆国の領土である以上、それに隣接する土地に対しても所有権を主張することは何ら不合理なことはないと述べた。そしてその後、この隣接の原則はアメリカが領土を西方へ拡張するための正当な前提として認められるようになった。その後ギャラティンはイギリスに渡り、1826年から1827年まで中英講使を務めた。 イギリス全権大使を退任後、ギャラティンはニューヨーク市に移住した。ギャラティンは1831年にニューヨーク大学を設立し、仮想階級から中層階級の市民に大学教育を提供した。また同年には金融思想史を語る上では、欠かすことのできない名著、合衆国の通貨と銀行に関する考察を発表した。その後ギャラティンはニューヨーク国立銀行、 後に、ギャラティン銀行を解消されるの総裁に就任し、1839年まで、その職を務めた。そして1849年、ギャラティンは、ロングアイランドのアストリアで死去した。ギャラティンの遺体は、ニューヨーク市内のトリニティ協会墓地に埋葬された。ギャラティンは、生涯の大半を公職に費やした一方で、アメリカ先住民族の言語や文化に関する研究も、いった。 ギャラティンは、連邦政府の仕事を通じて知り合った、陸軍長官、ルイスカス、探検家、ウィリアム・クラーク、インディアン局長、トマス・マッケニーラと、たびたび会合し、情報の収集を行った。ギャラティンは、先住民族、チェロキーの部族指導者、ジョン・リッチとモコ的に信仰を深め、チェロキー語の語彙や言語構造を教わった。そして、 ギャラティンは研究の成果として1826年に合衆国のインディアンの言語の表を1836年に北アメリカのインディアンの部族の概要を発表した。ギャラティンは研究により南北アメリカ大陸の先住民族は言語的かつ文化的に結びつきがあることを導き出し南北アメリカ大陸の先住民族の祖先は戦死時代にアジアから移住してきた。 共通の祖先であると結論付けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。